リディアコ、1997年4月24日帯は、ニュージーランドの女性プロゴルファー。韓国系ニュージーランド人。ソウル特別市生まれ。5歳でゴルフを始め、6歳の時にニュージーランドへ移住。現在はニュージーランド国籍。家族は両親と姉が一人いる。オークランドの名門私立校、パインハーストスクール卒業。2015年3月より、 高来大学オンライン講座で心理学を専攻。アマチュア時代に世界ランキングで130週連続1位、全米アマチュア選手権で優勝するなどタイトルを総なめし、2012年のアルプグツアー、NSW 女子オープンで史上最年少の14歳10ヶ月で優勝した。2012年のルプガツアー、カナディアン女子オープンでは、 史上最年少の15歳4ヶ月で優勝。2013年も連覇を果たして同年10月にプロに転校し、2014年4月にスインディングスカートループがクラシックでプロ後初優勝を果たした。2014年7月にループがツアー史上最年少で獲得賞金100万ドルを超え、タイム誌の2014年の最も影響力のあるティーン25人の一人に選ばれた。 2015年2月1日付の女子世界ゴルフランキングでは史上最年少の17歳9ヶ月で1位を獲得した。2015年9月13日のエビアン選手権最終日に前日3位から逆転優勝を決めメジャー大会初制覇。また同時に18歳4ヶ月20日で女子選手として最年少メジャー制覇を達成した。 国際スポーツ振興協会とアンバサダーとしてスポンサー契約を結んでいる。1900年パリオリンピック以来116年ぶりにオリンピックゴルフ女子が復活したリオデジャネイロオリンピックに出場し2位で銀メダルを授与されニュージーランド史上初のオリンピックゴルフでのメダル受賞者となった。東京オリンピックでも銅メダルを獲得しに大会連続でのメダルとなった。 1>, 1アルプグと欧州女子ツアーとの合同大会ルプがプレイオフ記録1アルプグツアーとの共催2アルプグとルプがツアーとの合同大会 1LET との共催2欧州ツアーとルプがツアーとの合同大会ありがとうございます